こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。実況パワフル、プロ野球2022、ライブ配信始めていこうと思います。前回引き続き栄冠9続きやっていこうと思います。まずこれが気になる、オンラインサービスの終了、買い直せということか。辛いなぁ。引き継いでくれたらいいのにな。4月11日やろ。あれ、あ、これそうなんだ。1週間間が空くんだ。うん、そうですか。じゃあまあ今回も栄冠9を中心に始めていきましょう。新入生の履歴書、じゃあ行きましょう。あ、青森大会ってまだ始まってないってことか。あ、違う。自分のプレイだけか、これ。ということで、片野ヶ原高校、やっていきましょう。公式戦2回戦 の、 直前からですね。このそういえばこの数字って何なんだろう。ああ、これあれか。大人になった去年より。ずっと。中身川、笹川、藤原。え、これ打順どうやって変えるんだっけ。表示切り替えプラス、あ、そういうことか。133キロはすごいな。155、ピッチャーはこうなってます。
次へでいいのか。ショー4番でショートなんだな。パワーがなんでこんなに。7番ぐらいでいいやろ。てかこれなら控え投入してもいいかも。内野手って誰だ。そうです、あの二遊間が調子悪いんだな。山本にチェンジ。セカンドは難しいけどな。いないんだ今セカンドの代わりは。ミートが G なんだな。F だからな。6番の方が良いかも。こうかな。行きましょう。いただき2回戦の模様をお届けいたします。一塁側酒井、三塁側片野。観客に見送られて対酒井戦です。さあ一球一瞬に思いを込めて間もなくプレイボールです。これは片野攻撃に入ります。先頭バッターはこちら側の攻撃ですね。能力相対、怪我しゆく草 F。R で、これ。ミート対応だろう。これを、ミート打ち強振お任せします。ミート打ち多く使います。中間ってことか。打法。まあ身長打法だよな。これでいきます。で音楽変えられるんだ。これはこのままでいいでしょう。戦術一覧ってあるんだな。一つずつ見ていくか。引っ張り方向に打球が。これピッチャーだな。ストライク欲しい時やな。まあこれは一塁が空いてる時。スプリットとかかな。これは惑わす時か。基本だよな。あんまり使う、よっぽどでない限り使わないな。盗塁警戒だな。で、打線だな。そうなんだ。選手の信頼って上がりやすいんだ。なるほどな。このミート主体だとこの2つがやっぱり基本になるのか。へえ、土のグラウンドだったら結構有効だよな。犠牲フライはまあタッチアップ用。悪球打ちとかいるのか。
これはまあ1点が欲しい、1打サヨナラの場合とかだな。スクイズもこれやったらサヨナラの場合とか。これ足速い選手だよな。盗塁はあのフォースプレーにしたくない場合っていう感じだよな。あ、まだあの戦術一夜の下見をいろいろあるんだよな。ファイトは能力が上がる、性格があれだと選べないんじゃないかな。1イニング有効なんだ、威圧感とか。熱血パワーアップなんだ。じゃあ長打打ちやすいな。球速も上がるし、ピッチャーなら闘志あふれる。なんだこれ、ファンタジスタかな。いいんじゃないかな。特殊能力を取得できますって、なんだろう、いいよね。そしてこれです。打ち気で高学年だと有効なんだ、魔物類は。いいね、才能開花、天才肌。あ、これは重要だな。お祭り男はしたたか。うわ、1イニングダウン。戦力分析か。はあ、はいはいはい。あ、結構強いな。まあ、結構堺強豪ですよね。初めていきましょう。攻撃どころですよね。第9初球空振り。第2球これも空振り。バッター追い込まれた。投球はこれから3球目。バイバイ。え、なんてストレートの三振。再度チャンスがやってきました。パワーあるかな、中身が。吹かせてみるか。分からん。ちょっとなんかあの打ちに走る癖がある。でもいいピッチャーだな相手は。これ負けそうだな。何これ。あ、スピードか。ちょっとなんか嫌なムードだよな。お、またチャンス。ピッチャーが抑えてるよね、笹川が。流し打ち。なんかこれフォースプレイになる場合は流し打ちで、二塁とかあのフォースプレイにならない場合はセンター返しがいいらしい。しお、ちょっとあの横山崩れ出してきたな。歩かせてもいいよ。OK。ワンアウト満塁となりまして、中身が肩の最悪の犠牲フライが欲しい。まず闘魂を炸裂。お、これなんだろう。いや、そうじゃなくて、あ、引っ張りでいいよ。やってみろ。変えた方がいいかな。今ミートお任せになるけど。あ、これお任せでいいんじゃないかな。あ、いや、お任せでいいと思う。第3球を投げた。一つ外したボール。ツーワン、え、ワン、ワンスター。さあ4球目。あかん、正面。これでツーアウト。フルベース変わりません。第9投げた初球。
球見送ってストライク。まずは見送りました。ファイト、ファイトだよ。持ち前のファイトが前面に出てきました。投げた、インコースのボール左へ。あー残念、アウト。スリーアウトチェンジ。やばい、肩の。ここは先制点を与えたくない。ワンアウトランナー二塁という場面でバッターは3年生田中。まあ、とはいえ一塁空いてるからな。マウンド上ピッチャーは笹川。この1ってなんだろう、1とか6とか。外角低め、見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げました。流し打ち、どうだ。一塁だけアウトやね。ツーアウト、まあいいんじゃないかな。ツーアウト。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは奥平。打たせて取れかな。投げました。打った。ショート右への打球。ショートこれは守備入らない。この試合嘘。ツーアウトランナー一塁二塁という場面でバッターは2年生大橋。今日はサードへの併殺だと。セカンドフライ。第9球投げました。外れた。ボール。肩の。ここで伝令を。まあお任せだったら自動的にやってくれるんじゃないかな。うん、まあそんなにいじらん方がいいと思う。第2球投げました。これはアツアートか。1点ビハインドです。さあチャンス、1点チャンス。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生坂井。今日はレフトフライとショートゴロ。投げた、見送ってボール。闘魂。さあ持ち前の闘魂が力を発揮するか。投球これから2球目。外角高め。あ、そうか、盗塁やってもいいよな。盗塁やってもいいや。投球は3球目。1塁ランナー出た。キャッチャー2塁送球間に合うか。タッチはアウト。え、遅っ、全然遅いんだこれ。なんかホームラン打たれてるし、いつの間にか。肩の。追加点は与えたくないところ。ワンアウトランナー二塁という場面でバッターは3年生広田。初球カーブボール空振り。インコースのボール球を振らせました。ワンアウトか。投げた。ストレートはボール。いや、空いてるからこれでいいんだよ。第3球はインコース。オッケー、追い込んだ。追い込んでいます。91球か。もう変えてもいいのかもな。打ちました。オッケー。危ない危ない危ない。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。第9投げた。え、やばい。いや、あかん。落下点だと思ったんだけど。あー、つらい。肩の追う展開で迎える8回です。ノーアウトランナー一塁という場面で、あと一塁か。第九、逆らわずに。初球外れても。え、これって固定できないの？ミート対応し。ファイトだよ。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。投げた、打ちました。ショートの右。あがあかあかあか、運が悪い。ゲッツーなっちゃった。そしてピンチに1点。酒井リードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは1年生上田。これって中間、あのゲッツーシフトだろうけど。追い込んだ。第3球は
低めボール。第4球を投げました。内角見逃し三振。オッケー。バッターは2年生大橋。第9投げました。ストライク。まずは決めてきました。第2球投げました。ボール。いや、第3球を投げました。ストライク。追い込んだ。何がいいのかな、分からん。打ちました。第5球投げた。高めボール。あかん。クリーンヒット。奥平一気に三塁へ。バッターランナー二塁でストップ。大橋ツーベースヒット。ピンチを広げてしまいました。先ほどホームランを放った村上。鈴木ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。さすがに1点もやれない。さあ調子を上げることはできるか。さあここで前進守備。三振だな狙いは。1球目空振りから打たせたくないね。第3球は打ちました。鈍いゴロ。奥村ボールを掴んだ。釘付け。前進守備だと釘付けになりやすいらしい。第9投げた。ボール。守備は定位置。あ、守備位置お任せにリセットされるのかこれ。一塁空いてるからこれです。まあ、7番バッターだしな。3点追うのはしんどいな。オッケー。追い込んだ。ん、嫌だな。あ、よかったよかった。さあいよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは浜崎。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。いけ、センター返し。投げました。ストレートに送ってストライク。第2球投げました。ストレートはボール。ピッチャー頑張ってるんだけど打つ方がやっぱりまだ頻打だな。まあこの辺機材をどんどん揃えていかないといけないよな。見加えた。第5球投げました。ちょっと詰まった。左中間に上がっている。村上取りました。詰まっちゃったな。ランナーはありません。横山バッターは3年生中見川。今日はここまで3打数ノーヒット2三振。そう、中見川が全然打てないのが辛いよな。投球これから2球目ノーヒットだからな。全試合では中身からすごい打ったんだけどな。全然沈黙してるよな。早いな。なんか坂井強豪校に当たっちゃった感じはするよな。詰まっちゃった。ボテボテ。足速くないかな中身が。先ほどからセンターに入っています岩波。肩の最後のバッターになるのか。打ちました。初球打ち。センターへの打球取りました。試合終了です。負けた。1年目あえなく終了だ。いいんだか。キャッチャーの補給は上がった。1年生だから伸びしろあるのかもしれんな。宮田の球速は上がった。信頼度が上がる人も出てくるんだよな。
三河の弾道が3から4に上がった。成長はしてるんだよな。ただやっぱりこの年の夏には間に合わないってとこか。え、こんなこともできるんだ。一番下行きましょう。そういうことか。報酬があるんだ。あ、そうかそうか、あの高校が敗退したから、3年生は引退するんだ。これで忍耐やパワーなどの強化を重視、ミートや総力重視、これかな。もちろんこれも大事だよな。投手力、投手はピッチャーの基本だからな。悩むな。ピッチャー育てながらミート上げたいんだよな、理想としては。もちろん大気力上げてもいいと思う。あのパワー上げても、あ難しいな。機動力重視、パントはしないけどな。赤がダメなんだな。赤に入っちゃダメなんだ。ダッシュ、始まったばかりだからよ、止まるじゃねえぞということで、甲子園に行きたい。いやだ、見たくない。まだらめ、まだらなか。はんなか。星ないの？あ、ここで、星はここで見んのか。これ一覧で見れないのかな、星とか。あ、守備位置順でいいよ。新エースになるのはこの宮田なんか。でもちょっと待ってよ、なんか伸びしろで言えば鈴木とかの方がいいんじゃないの。キャッチャーは2年生の岩波と1年生の松尾。松尾がすごいな。もうエラーがマイナスでついちゃってんだ。1年生は成長がいるよね。うん。まあこのクラスだったら無理だろうな、スカウトは。
れてたら、あの選手データで一覧で、チーム情報だっけ、選手データで見んのか、練習確認で疲労度とかは。勉強、受けましょう。3なればもういやおなく練習です。座禅、いいですね。全然疲れてないしな。フォームチェックしましょう。そうだ、引き分けだったな。松尾、今酒井が調子が悪いです。これってどっちだっけ、ちょっと鈴木試したい。鈴木試そう。ショートやけど、まあウィートが G だからな。あんまり上に上げたくないな。これでいいか、普通に。パワーは D あるから3番でいいや。機械が調子悪いのか。二塁がないからな、ベンチで。ちょっと選手不足に悩むから、酒井は使わざるを得ないってとこですよね。あんまり先頭打者投げさせたくないよな。ピンクチーって8番バッターよ、これ。ミートがみんな弱いよな。
急にし、弱体化したな。とりあえずちょっと早めに行きます。いいね、粘ってくれる。あー、これはあかん。さあ再度チャンスです。ん、あー、これはゲッツーの危険性があるのか。流し打ちかな。お、飛んだが追い込まれた。犠牲フライになるかなと思ったけど、うん、しっかりカットしたいよね、打球として。これはファールボールか。わあ、いいね。いいんじゃないか。犠牲フライコースと思ったらツーアウトか。さあ再度チャンスだが、行きましょう。あー、伸び悩んだな。逆にピンチ、ノーアウトか。ファイトだよ。さあ電令送ってもいいかもな。どうするかな。アウトカウント増やしたいよね、普通に。赤抜けられた。種類空いてるから、まあこれこうだよな。OK、 いや、まあ任せます。わからん。ストライク重視は危険だよな、少なくても。追い込んだ。すでに77球投げてるからな。 OK、 すごいいいピッチャーだよな鈴木。一塁空いてるからこれでいいや。強打者なんで警戒しないといけないよな。危ない危ない。 OK、 追い込んだ。いやー、すごいやん。めちゃいけるやん。さあチャンス、逆にチャンス。そっちのセンター返しを狙います。なんかないない、ないか。これ能力かな、3とか書いてんのは。高いほどいいのかもね。あかん、もったいない。あー、でもまだ終わんな。うん、粘れ粘れ。
あ、やらかした。3番か。タイムってなんだ。盗塁でもありやと思うけどな。全然今は無理だ。盗塁は危険だな。走塁。あ、ホームか。バックホームで。ファイトだよ。引っ張りかもな。更新するのか。じゃあ普通に流し打ちだ。追い込まれた。詰まっちゃったな。あ、いいよね。粘り粘り粘ってます。これはフェア。落とせないか。高口、わからん。諸説あるからな。落ちない。あ、落ちた。あ、やらかした。相手が1点返しました。くせ者。一塁だから流し打ち。一番向いてるのが引っ張りか。長打者なんだな。流し打ち。うわ、ダメか。前進守備や。ゲッツー、あ、ゲッツー取ってもいいのか。じゃあ低め中心でゴロを打たせます。ゴロを打たせるのはやっぱり低め中心だろうな。あかん、抜けられた。ゴロを打たせる戦法だったのに。おっと、ちょっと待った。投手交代。宮田リリーフに。一塁空いてるのはこれか。追い込んだ。一番バッターだからな。オッケー、ナイス。まあ任せましょう。一塁空いてるからこれでいいのか。追い込んだ。フレッシュだからな。宮田いいんじゃないでしょうか。
なんかやばい。オッケー。さあ逆にノーアウト二塁一塁チャンスです。ストライク先行でいくよな相手ピッチャーも。お、三塁はいけるし、犠牲フライになってましたね。超ファイトが炸裂、超ファイトだよ。2点差だよな今。スクイズ？いや高校野球だったらスクイズだけど、やっぱりこれですよね。とにかくミート対応、流し打ち。あんまりここいじらない方がいいのかもな。追い込まれた、素振り遅れちゃったよな。お、これは犠牲フライになります。余裕です。1点差に詰めました。これね、松尾ってデータどうなってる？松尾データはご覧の通り、弾道は結構高いんだな、能力は高い。でも流し打ちだな。任せた方がいいな。身長打法とかミートとか、ミートはともかくマイナスになりかねないや。その場の気分に任せた方がいいと思う。赤、追い込まれた。あー、やばいな。点いってもやれないよね。ゲッツーだ、ゲッツー狙いだろうなこれは。オッケー、一塁は間に合わないよね。なかなか頭が走ってる感じするよね。あ、ちょっと甘い。やばい、間に合わない。点取られてしまった。甘い、ツー、あー、さあ攻撃だが、ここはあえてゲッツーのリスクあってもセンター返し行ってみるか。 OK、 そう超えればいいんです。
これは三塁には行く、二塁にも行った。いや今のいいですね、あの杉ついて二塁を落とし入れる作戦は。センター返しですね、はい。追い込まれた。ツーアウトだよな。あかん。ゲッツーだな。あー抜けられた。結構やっぱり戦力ダウンが痛いのか。伝令伝令。なんかパッとしないな。ボールが先行してる。ん？ファール。ああ、歩かせちゃったや。ああ、2出された。ちょっとやばいな、これ。投げてみろ。でもちょっと混乱してると思うんだよな、宮田も。セカンドゲッツーかな。一塁はダメだ。宮田はまだまだパワーアップがいるよね。球威がないよな、球威、なんかた、球速以上に甘い。危なかった、危なかった。ああ、狙われて打たれた。弱体化が激しいチームが変わっただけに。もう、投げればいいんや、投げれば。やけに並んで。適度な荒れ玉だよな。おお。おお、よし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 。普通だな。追い込んだ。オッケー。さあ最終回ラッキーボーイ、先頭出たいよな。オッケー。
この応援って能力上がるんだよな。ワンボール、ツーストライク。あー、正面か。体作りから始めないといけないよな、これ。追い込まれた。正面。ああ、正面。ホールド負けか。現実を思い知った。3年生が抜けた現実を思い知った感じです。まあ現チームでやっぱり力つけていくしかないよな。選手練習を指示しますって何？ああ、そういうことか。万能って何？ああ、そういうことか。まあでもやっぱりチームとして方針持たないとダメだよな。となるともうとにかくミートアップ、キャッチャーを補給アップ、球速か変化球磨くかじゃないの。変化球を覚えてみたら、なるほど、シュート、ストレート、カーブか。いや、変化球を磨いた方がいいと思う。申し込むことはできんのか。はあ、ひとまず投げ込みかな。疲労度は落ちてないな。じゃあまだ戦える。白はどっちかを。野球道具が早く
しいんだよな。そして本が結構鍵になるんだよな。登録設定って何？今どうなってんだ？ベスト4が決まってるところまでだな。角間中央、下は南学園高校、枚方高校がある。枚方高校って実在するからな。あ、うん。で吹田高校、海学園、羽引きの南に負けてるんだ。まあその羽引きの南が入って負けたのか。もう一つは岸和田高校か。アイテムは弁当だ。合宿あるんだけどな。合宿ってなんだ？おお。まずはやっぱり体を素振りカラーだ。対エース丸。疲れ。あ、ちょっと疲れがたまに出してきてるのな。まあでもここ頑張りどころ。ダッシュへ、次はダッシュ。盗塁 C、 あ、今はあの ラインドライブキッチンな。普通に素振り、固め打ち、なんかある。ちょっと疲労が激しいな。休ませようしよう。スカウトか。そやかて駆動。インターバル走なんてあるんだ。
8月へ突入。能力はどうなってる？まあ、少しずつやっぱり能力上がってきはきたよな。岩波なんか160、まあ2年生だからな。あ、鈴木は100に乗った。変化球はおっと、エッジシュートと進化が磨かれましたね。いいんじゃないでしょうか。スタミナがどうなんかな。ちょっと地道にみんなミートアップでミート値を上げに行きます。引き続きこれでいいよ。肩も上げていこう。うん、疲れてる選手は相変わらずいるな。これなんだ？変化球中心か。確かに肩も弱いしな。変化球したいか。ん？なんかあるのかな？なんかみんなパワーをつけるような流れになってんな。すごい曲選べるんだな。さあ次です。なんか人がいるね。3だとダメなんで、4だとアウトやな。走力を上げていく。やる気満々。オットセイ。球速経験値？ちょっとやっぱり疲労が気になるよな。これそろそろ休ませたいが、3だとダメなんだ。声出し。あ、なんか来た。
あ、なんかある。まあまずは簡単な方から。難しいと言われつつも、大人になった、学力もテンションも上がった。3だとダメなんだよな。なんだあれ、お、総力経験値、これはいいね。土のグラウンドだといいらしい。黒土だといいらしい。みんな溜まってるのは気になるよな。ミートはどう？お、 D とか C が増えてきたや。これ来ていいんじゃないかな。パワーも上げてる選手も多いよね。3だとあれだよな。ホームチェックはダメなんで。うん、そうですね。レアな野球、ああそういうことか。お、分、別れんのか。とりあえずこれ、熱血指導、弾道経験値、いろいろ上がってきてるな。ダッシュすれば、まあ頑張らねば。これで9月になりました。どうでしょう、疲れかな、ちょっと心配ですね。特に酒井は普及できないのか、総力ちょっとスタミナを上げていきましょう。弾道かな。さて駆動、疲れってこれどうやって取るんだっけ。座禅、さっきなんか疲れてるじゃなかったっけ。岩波へ、え、岩波ってなんだっけ。ムード、
おお、ムードゲット。高槻電工勝てねえよな。公式戦はしかしもう近づいている。いや、わかるんだけど、どうやって休ませんの。いや、疲れみんな溜まってんのはわかるんやけど、E は変わってない。意外性が高い。投手力がちょっと低いよな。守備力は高いし経験だよな。大きな数字、あのカードに大きな数字か。これこれ、戦術アイコンの数字。完成するとどうなんだ。あ、疲れも取れるんだ。完成すると、おまけにお弁当が来た。いいんじゃないでしょうか。さらに座禅もメンタルを。みんな調子いいよね。なるほど、宮田は悪くない。だからスタミナが G なんだよな。
だから今回宮田にする。あとは控え選手がな少ないな。外野手とピッチャーだから前あたり前田のクラッカー変えるとしても、よっぽど調子悪い選手じゃないと意味がないもんな。あとは打順か。池田を思い切って1番にしてみるか。小技が効くよな。パワー岩波を4番、山本を5番、ただ総力がな、総力いっ人が悪くても肩とか総力いいんで、ミートが悪いんだからむしろ後ろにやりたいから高口とあれを入れ替える、こんな感じかな。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。第1回戦の模様をお届けしてまいります。一塁側高槻、三塁側片野、観客に見送られて守りに散りました。さあどんな戦いを見せてくれるのか、いよいよプレーボールです。ツーアウトランナー一塁という場面でバッターは1年生山本。2点早くも先頭してこれか。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。第9投げた、ストレート見送ってストライク。能力はパワーか、パワーがあるやけど。オッケー。総力も上げたいな。三塁狙えるからな。一点詰まった。肩のリードで迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で山本。ランナーなしか。第9投げました。初球はカットボール空振り。さあ次の投球投げました。打った、痛烈な当たり、三遊間へのオッケーです。山本ナイスバッティング。試合は後半6回に入ります。また山本だ。あ、注目選手が山本だから山本ばっかり紹介されるんだよな。投げました。初球打ちました。三遊間のゴロ。ちょっと深いが、走力が。ワンアウト。これでワンアウト。肩の追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でバッターは2年生池田。今日はここまで3打数2安打。にまあ流し打ちだな。投げました。初球打ち流した。スタンドに入りました。第2球投げました。外角高め見送ってストライク。早くも追い込まれています。追い込んで投げた。打った。ファールボール。次が4球目投げた。打ちました。右へどんどんと切れていきます。ファールボール。投げた。流し打ち。ライトの右。どうだ？ファールか。いけいけ。打った。第8球を投げました。カットボール。あかん。肩の
ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁二塁。今76球だな。中塚、今日はフォアボールとデッドボール。年齢出してもいいんじゃないの？肩の伝令が走ります。第9投げました。初球はストライク。今一番高いのがどれも一緒だな。第2球投げました。能力だな。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました。打ちました。2塁ランナー3塁へ向かう。オッケー。あーっと、送球それた。セーフ。1塁はセーフ。ダブルプレーなりません。ドンマイできないのこれ。第9ストレートはストライク。第2球ランナー走った。投球ストライク。ボールを2塁へ。タッチは。おお、ナイス。いいんじゃないでしょうか。斉藤山本に注目。流し打ち。決まってストライク。第2球投げました。ストレートはストライク。バッター追い込まれました。もう右ボタンを押す準備してるからな。これはこれでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。松浦ラッキーボーイ。流し打ちが5位になってる。あ、パスボールだ。ちょっとこれ変わってくるような話が。センター返しに変更。スプリットか。三浦って転生選手。ちょっとこれは綺麗に上がりすぎた。犠牲フライにはなったが。チャンスが続いています。さあ、チャンスが広がって宮田。今日はここまで3打数2安打。センター返しがそんなに高くないんだよな。任せてみたら。第9投げた。ストライク。1球目ストライクから見送って思い込まれた。早くも追い込まれています。第3球を投げた。打ちました。ピッチャーは正面。お、2塁だ。1塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。高槻、追う展開で迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面でバッターは1年生椎名。あえてここ鈴木変更。マウンド上は鈴木。今日右ピッチャーか。まあ、さあ調子を上げてくるか。緩急重視か。まあ、当分は任せてみよう。決まった。ストライク。第2球。あ、ちょっと危なかった今のは。第3球を投げた。打ちました。いい当たり。ボールはライナーで宇宙間へ。一人投げます。打球が転がっている。センターからセカンドへ。一打同点だな。シーナツーベースヒットを放ちました。肩の同点のピンチを迎えます。バッターは1年生菊池。さあ、ここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。肩の今日2回目の伝統。第9投げました。初球決まってストライク。低めは2か。低め行こう。第2球投げました。低め見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。三振は欲しいよな。第3球打ちました。ライトへ飛んだ。フェンス直撃。あ、フェンス直撃。あ、同点に追い込まれた。大事なイニングで追いつかれてしまいました。3対3。ワンアウトランナー二塁となりまして、入江。
球。初球見送ってストライク。使うとなんか消耗するんかな。もう追い込んでいます。第3球を投げました。インコース引っ張った。うわぁ強打。その間に二塁ランナーはホームへ向かう。片野ここで勝ち越せました。ちょっとそれたな。送球が4対3。片野最後の伝令。伝令大事だもんな。第9投げました。打ちました。打球はサードの左。サードから一塁送球。判定はセーフ。記録はヒット。そうだろう。落ちたんだ。ピンチが続きます。第9投げた。外れたボール。第2球投げた。打ちました。三塁ランナーホームに向かう。ピッツーコース。しかし、いよいよ最終回。この回の先頭バッターは坂井。熱血。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。投げた。初球を打った。ヒット。オッケー。坂井、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。送りバントが5なんや。ここ行ってみよう。悩むなぁ。ゲッツーの危険性あったチャンス失っちゃうからな。なるべく塁貯めたいんだけどな。追い込まれた。次が4球目。投げました。打った。投げ打ち。右打っていったがこれは切れてファール。打った。センター返しは変わらんか。打ちました。ファールボール。第7球を投げました。打ちました。池田追い込まれていますがファールで粘っています。打った。ボールカウント変わりません。投球これから9球目。打ちました。池田粘ります。すごい粘りやな。打ったに当たりだ。ボールバライダーでライトへ取りました。一塁に戻ります。動けない。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。ファイトだよ。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。第9投げました。初球から打ってった。三遊間の当たり。セカンドフォースアウト。一塁はセーフ。一塁はセーフだが一塁はセーフ。併殺失敗。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。第9投げました。スプリット見送ってストライク。第2球ストレートからで、このまま簡単に終わるわけにはいきません。なんか やっぱりセンター返し。投げました。インローの直球はもうツーアウトだからな。打ちました。抜けた。オッケー。センターからサードへ。高口ナイスバッティングです。これで今日はこの。リリーフ投入してきたか。マウンド上ピッチャーは和田。最終回1点差でマウンドに上がります。お、岩波だ。注目しましょう。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。第9。初球引っ張った。サードライナー。ゲームセット。あら。初戦で敗れてしまいました。残念ながら散ってしまいました。1回の裏でやられちゃったな。俺のせいだとか、あの鈴木思わなきゃったらいいけどな。スタミナは上がったな。
ポイント。今9月か。アイテムって買えないの？なんか買うためにはなんかお店が来ないとダメみたいだな。4。ああどれもダメだな。グランドレベルアップだ。グランドレベルすぐ下がっちゃった。買いまたぎ。超えて大人になった。なんかあったんかな。腰マッサージ。工藤にも好影響を与えるんだ。ボランティア？何これ。あ、とか言ってるうち10月になった。休息もすごいな。さやかて駆動。キャッチャーだろうな。呼吸。ちょっとあえて打つ方も鍛えてみるか。あえてパワーアップしてみるか。読んだとこれが上がる。ミートもあるやな。座禅だ。お、疲れが取れた。あんまり疲れ溜まってないんで良いんじゃないでしょうか。スクラップブック見ましょう。そうか。
で、ボランティア。あ、そうや、スポーツの日になるんやな。お、走り込み。地区大会すら出られない。なんかスケジュール見直しろって言われてる。あ、入れ替わるんだ、食事会か。高校、うん、よし、食事会行こう。よしよしよし。で、練習試合申し込んでみるか。今こんな状況か。疲れもほとんどないよね。疲れがしっかり取れたのは良かったんじゃないかな。261。うん、道頓堀港行ってみるか。だいぶ後だな。コントロールってアップできるんだっけ。請求か。うん、選ばれるわけがない。お、ドラフト会議だ。まあ、一応選ばれるわけはないと思いつつも見ていきましょう。テンション下がるんだ。まあ全部3だ。お、雑誌特集された。
ちょっと酒井を選んでみよう。前田調子悪いよね。じゃあこのままなんだけど、2番かな、高口が。総力か、総力ちょっと待って、総力が高いんやったらこれ高口と入れ替えてもいいかも。本当パワーはあるんだな。ああでも走力があるんか。あとはもうそんなに変わらんだろうからこれでいいや。なんかイケメンだな斉藤くん。うん、バットは短く持とう。 OK。 チャンスですね。ゲッツーの危険性があってもやっぱりね、ちょっと上がっちゃったな。いや落ちるかも。ポテンヒットだ。1点、選手先制です。そして4回表ノーアウト2塁チャンスですね。確かにホームラン狙ってもいいかもな。でも任せましょう。引っ張りを自分から選びたくはない。いやちょっとバットをやっぱり短く持ってもらおう。 OK ナイス。回らない。さあ山本、これはファイトがありますね。ファイト間違えた。
センター返しというか向き不向き関係なく、ほう、オッケー、フィルダースチョイスだ。これはラッキーでしたね。まあノーアウトなんで送りバントしてみましょう。 OK、 理想的なバントじゃないでしょうか。いきましょう。 OK、 三塁ストップですね。はい、松尾ファイトでさらに畳みかける。やっぱりビッグイニングどんどん作っていきたいですよね。一塁三塁か、ワンアウトなんでゲッツーだと終わりだからな。流し打ち、ミート対応で、オッケー、さらに追加点です。さあ酒井くんです。どんねん、いやー、やっぱり片野ヶ原野球ができつつあるやね。久しぶりに、これは入ったんじゃないの。やりました、スリーランホームラン、1点ピンチ。一塁空いてるからな、なんか定まらないな。ん？あ、まあまあいいのか、気にする必要はないよね。あ、落とされる？いや、スタートしてるのでランナー三塁いけません。同じです。あ、やばい、あ、危なかった。今のは通打されてた、追い込んだ。おお、ナイス。そして逆にこちらを攻撃のチャンスです。流し打ちでいいんじゃないでしょうか。ん、これはフェアだ。 OK、 10点差コールドゲームになります。センター返し、あ、追い込まれた。お、一塁アウトだが、さあ逆に攻撃のチャンスが得ました。ファイトだよということでファイトいきます。一塁だからな、任せると効果がいいのか。ただ任せるシーンじゃないよね、あんまり。うん、
ちょっと待った。船長。オッケー、抜けた。いいんじゃないでしょうか。さあこうなると長打を狙いたい。お任せの方がいいのか。追い込まれた。いやーカットがすごいうまいよな池澤。これは鋭い。取れるか。あーランナー進めないや。続いて岩波です。でもセンター返しだな。おわ当たっちゃったや。難しいな。スクイーズ、2点取ればいいんだよな。こうかな。任せます。オッケー。さああと一人です。犠牲フライでも勝ちじゃないかったっけ。まあ、ここやっぱりね、でも犠牲フライが1なんでそんなに良くないんで、これでいきましょう。押し出しでも勝ちです。お、やばいですね。ツーボール。ノーストライク。追い込まれた。いいよ。これ犠牲フライになりますね。やりました。本日初勝利。4回のビッグイニングでかかったですね。こういうビッグイニングを作れるのがすごい大事だ。信頼度はそんな言うほど上がらんかったな。進行アイコンが5つになった。成績ポイント獲得できた。10月おすすめです。赤か。でもな、鍛えたいんだよな。あ、これか。ダッシュ行こう。これって休ませることってできるんだっけ。
まあ、まだスタミナを上げてる途中。スタミナ上げてる途中、ピッチャーの力があんまり上がらないな。ちょっとミートアップに変更しましょう。補給アップで、補給アップに戻します。一方高口、まあみんなこんな感じでいいんじゃないかな。ちょっと総力をに変更しよう。ミートアップに戻します。まあとにかくミートアップだろうな。さあこれで10月になった。でこれで多分スカウトってできるんじゃなかったっけ。そうですね、初めてのスカウトです。なんか最近あの山彦打線の池田校も入ってくるし、選手地元がやっぱり過疎化で減ってるから野球留学が多いみたいですね。まあ当然大阪で、大阪です、まあ、特に大阪に行かない理由がないですからね。まあ、岸本がいいんじゃないかな。頭はちょっと悪いけど、一人だけっぽいね。まあコンバートもできるしな。あ、なんかちょっと気になるな、このバッターは。副キャプテンか。ま、岸本をスカウトしましょう。まあまあ、三個の例でもやってみるか。あ、緑色が、体力回復できるんだ。ちなみに逆に言えば緑色に止まってあんまり、体力満タンの時に緑色に止まってあんまりいいことはない。感染も回復できるからな。まあとはいえ、とはいえだよ。
3個の例、お、良好になった。4があれか、球速感染4、練習試合を申し込み込ましょう。いいんじゃないでしょうか。またスカウトですね。岸本にスカウトいけるんだ。これどうなるんだ。わからん。他の人を見に行った方がいいのかな。私が狩るだけか。ミート。行いましょう。練習試合です。タコチってどんな人、ようわからん。山本だけ1年生ですね。ちょっと高口に注目しておきましょう。これが今回最後の動画です。ちょっと宮田調子悪いですね。でも前田でも。宮田じゃなくて鈴木をちょっと登板させてみましょう。であと酒井が調子悪いんだ。でも酒井強いからな。パワーないのか。が池田が D、 工藤ってピッチャーだよな。松村
これで行ってみるか。八尾商工との練習試合となります。さあチャンスですね、いきなりから。お、魔物登場。足打ちでもいいけどな。追い込まれた。いいんじゃないでしょうか。さあ今度3回裏を攻撃、ツーアウトながらランナー一塁となっております。OK! これは長打コース。ランナー三塁まで行けますが、一塁三塁か。あ、でも点は取れなかった、この回は。今度はピンチになります。ファイトだよということで。二塁一塁か。低め中心。頑張りどころな鈴木も。あかん、逆らわずに打たれた。あ、ランナー走ってる。あー、それたか。点取られてしまいます。内角攻め。 OK、逆らわず打たれた。止まってくれたが。あ、ちょっと伝令。治らないか。三塁だからな。追い込んだ。あら、嘘でしょ。打たせて取られた。さあ逆に攻撃のチャンスです。任せてみるか。ここわからん。ランナー出てからじゃないとわからないもんね。
逆らわずに打った。あ、でも今度守備、ここは抑えたい。休国の思考なんだそれ。お、アンダースローなんですね。追い込んだ。逆らわず、あ、正面だった。セカンド助かりました。まだピンチが続く。内角攻めがすごい得意なんだ。抜け合えた。追い込んだ。おお、どうだ。セカンドゲッツー取りました。いいんじゃないでしょうか。さあ逆に攻撃です。ノーアウトランナー一塁、セモノです。ん、送りバントは5になってますが流し打ち。追い込まれた。あー、ダメだ。ファイトだよ。やっぱり流し打ちでいこう。うーん、これはちょっと熱血。あ、二塁進塁してるんですね。じゃあセンター返し。追い込まれた。球の投げ方うまいよな大西。あ、いや、とりあえず任せるといいと。ちょっと待ってよ。ピッチャー変えましょう。は？リリーフ、まあ6点負けてるからな。
オッケー、抜け開いた。2だ、いや、あー、ネット裏か、山田、どうだ、お、危ない危ない。さあ攻撃チャンスではありますが、多様で流し打ち、あー、おや、落ちるなこれ。これはどうだ、落ちた、 OK。 センター返しが高いのか、本当は流し打ちが行きたいんだけどな。正面抜けた、1点返しました。一矢報いた感じかな。ファイトだよ。一塁二塁だからな、流し打ち。追随できてない。これも冬遅れてるもんね。あー、ダメだ、正面だ。ゲッツーです。そして最終回、ラッキーボーイ。ですね、これはちょっと落下点に入った。次は波、あんまりミートとか強打とか指示しない方がいいね。これできるかどうかだろうな。これ二塁いけないのか、二塁いってほしいよけどな。これはミートしたい。流し打ち、
1.08 って大西すごいな。さあ100球目、あーいいじゃないでしょうか、これはいい。さあ酒井、勢いに乗るときはセンター返しを多用したい。どうだ、あ、これは落下点することはできませんでした。ファイト、ファイトが上がってない。任せましょうか。まあミート多様なんだけど、まかお、あ、詰まった。あー負けてしまいました。能力アップは、まあそれなりにアップはしてるな、みんな。ちょっと今の選手のデータでも見てみますかね。勉強観戦でもいいかもね。そこのよくいいで、投資欲をまあつけないとダメかもね、ここのとこは。育成方針って変えられるんだっけ。お、まだまだ荒いな。将来性はありそうだが、一部変わったな。信頼度もどんどん上げていきたいですよね。ノリノリ。あ、こういうこともできるな。道頓堀には勝ったけど八尾商工には負けたっていうふうに。まあこんな感じかな。戦術一回のみなんだな。
超ノリノリ。戦術レベルの大きさなんだ。方針ってどこにあるんだろう。とりあえずここまでかな今回。はい、ということで、栄冠パワープロの2022-2023、栄冠9やっていきました。引き続きちょっとまあ観戦とかもいいかもし、ペナントとかもいいかもしれませんが、栄冠9を中心にやっていくんじゃないでしょうか。と思います。お待ちしておりました。それではチャレンジモードには達成項目は用意されたスコアを言って他のユーザーとしプレイ記録でオンラインにつな選手評価ではオンライン上に選手ご報告です。ランクアップ F に変化ない。おめでとうございます。これからもこの こういうのがあるんだ。ということで、お知らせがあります。こちらです。頑張っていきましょう。こういうのがあるんですね。はい、ということで、今回ここまでになります。Twitch で配信を行いました。Twitch アカウントフォロー、ぜひお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー、Please。そして、YouTube、ぜひチャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。This live archive my YouTube channel, 2 days after, Premiere Live。
マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズ、アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、実況パワフルプロ野球2022にライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。